さ2秒やばくなかった,やばかったえとりあえずやばかったえやばかったよねなんかあのサビとか1ミリも覚えてないんだけど、うん、なんかとりあえずやばかったよねえ2秒で終わったマジで 2>, マジ2秒、うん、2> かなんだけどなんかペンライト振ってたら終わったよねなんかとりあえず遠とかってね、うん、やばかった本当にすみんとなんかやばかったよねとりあえず、うん さうん、初めて一緒に遠見行くよ、ね、うん、うん、なんか前から興味あったからめっちゃ楽しみだけどわかんないなんかめっちゃみんなハマってるなってイメージねもう、まあ、とりあえず一回見てみてほしい赤さ、うん、ね今、まあうん、とりあえず終演後に一緒に感想を語ろう、うん、あオッケーオッケーオッケー了解じゃあ行ってくるね本当、うん、ありがとう、うん、でどうだったどうだったえやばい え、なんか本当にあなんか一部でボロッボロに泣いてで感情ぐっちゃぐちゃのまま2部入ったら2部ではなんかあのキラキラしてたほんとんかあのかっこよかったしなんかキラキラしててやばかったまあこれからも一緒にうんこれから毎公演通うねえ何<に>やばいよ冬、えー、にさ、うん ワートリの舞台決まったわ。あ、ということは、ハッチーは、やばいかな。そう、今年もしかして欠席かもしれん。え、しかもさ、永遠の舞台にさ、もう、二人いるよね、ミューキャスト。ねえ、あー、モノピも今年厳しいのかなー。うわー、マジか、アカシ手もいないのか。ねえ。

来ないで心臓に悪すぎるんだけど最近突然の10日多くない,い多いもう身もたんわもたんもたんもたんねえねえねえなになに身落とせどうだったえ、見落とせ本当に物吉くんがもうなんか演技でボロボロに泣けるし二部では本当可愛いしかっこいいし最高だったあもうそれはよかった ねえねえねね、え、何幕末どうだった?。いや、幕末は、もう本当に堀川くんが、もうなんか、一部の歌は、なんか、かねさんっていう。感じで可愛かったし、もう二部もお歌も上手くて、最高だった。ねえねえねえ、何心覚えどうだった?。心覚え、本当清丸くん可愛かった。もうなんか、推進しって感じと。 あと2部では本当にもう衣装もかわいいし最高だったえっ舞公演をし作ってるー <music>

いや本当わかるわマジ君の言葉これから疲労コンペイトだよねいやそれね今日も超楽しかったね、えー、楽しかったねめっちゃもうそろそろ来るよ爆弾十日タイムうわちょうどね帰り道とかにかぶるよねマジどう <laughs> マジ今回めっちゃかっこいい。 毎毎度毎度なんでこんんなにいい写真上げてくれるんだも、ねまあ、んかただで見させていただいてありがとうございますって感じこれ普通にさもう写真集レベル写真集写真集本当に,本当に私さ今度初めて遠見行くから、うん、うちは作ろうと思うんだよねおいいんじゃないそうそうそうでさうちは2つで物のしってやろうと思ってて。 あと周りにホログラムとかつけてキラキラさせようと思ってんだよねうわーあのさそういうの基本的に企画外うちはとか禁止だし<え>そもそも2連で持っちゃいけないからね基本的にホログラムも禁止だからしっかり演者さんのこと考えてほしいあオッケーごめんごめんこれから1個で規定内のうちわにするねルールは守っていこううん さっきのさ、カネ、うん、さん本当にヤバかったよね。え、カネさん？そうカネさん、カネさんの衣装やばくなかった。え、めっちゃかっこよかったよね。マジで申し訳ないんだけどさ、うん、私カネさん一ミリも見てなくて。え、え、え。え浦島君しか見てなかった。あ、浦島君はあのすごい見たかったんだけど、なんかあの本当すごい見たかったんだけど。 見れなかったかもしれないやっぱ目足りないよねうん足りないからかようせいおーすあーともにもこれで終わっちゃう獣来たらさもう終わりだよねラストだね ねあのさ、何？ロミジュリちょっと気になってんだよね。あ、このさ、ロミジュリのさ、ロミオの子さ、冬眠出身の子なんだよね。あ、そうなんだ。そう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 。クローバくん？そう、クロバマリオくん。うー これから冬眠初だよね。そう、初めて。え、楽しんできてね。うん、ありがとう。行ってくる。行ってらっしゃい。あ、一応始まった。これから初めての東建ランプ聞くのか。え。もう何十回と何千回と聞いてきたのに。めっちゃ泣けるー。